400年以上の伝統がある玉の浦神楽は、国の重要無形民俗文化財に指定されている五島神楽の一つです。プロジェクト未来遺産は、日本ユネスコ協会連盟が地域の祭りや民俗芸能を次世代に継承する運動を登録するもので、今回玉の浦神楽が県内で初めて選ばれました。今月5日、玉の浦町で伝達式が行われ、保存会に登録証が手渡されました。これがですね、スタートラインなんで、今後はですね、やはりもう子どもたちに神楽を伝えて、もう後世に残すような構えをしていこうかと思っております。保存会では伝承活動に加え、当該への情報発信もしていきたいとしています。